雪の札幌市です。真駒内アイスアリーナです。 NHK 杯国際フィギュアは今年で20回目、節目の年の大会を迎えています。この真駒内アイスアリーナでは15年ぶり3回目の開催となりました。リンクではこれから女子シングルショートプログラムが行われます。解説は1994年の世界チャンピオン佐藤由香さんです。ショートプログラムは2分40秒の決められた時間の中で定められた8つの要素を入れて演技を行います。佐藤さん、このショートプログラムというのは非常に神経を使うそうですね。そうですね、減点法ですので、はい、失敗してはいけないというそういう気持ちからかえって自分にプレッシャーをかけてしまうというケースが多いです。はい、フリーとショートプログラムの2つを行うわけなんですが、今回の女子シングルには9カ国から12人が出場していますが、佐藤さん、どの辺に注目されてますか？やはり今年はですね、この日本の3選手どこまで戦い切れるか、トップ3位に入る可能性がありますから、はい、ぜひ頑張ってほしいと思います。そうですね、はい、日本からは荒川静香、菅利文江、横谷花江の3人が出場しています。リポーターは藤井アナウンサーですが、藤井さん、はい、特に菅利さんはカナダ大会で2位に入ってるんですね。そうなんですよね。でこの2位に入ったこと、やっぱり大きかったですかというふうに聞いてみましたらね、はい、カナダ大会では楽しくとにかく滑れたので体にいいイメージが残っていて、そういった意味で非常にいい経験になりましたという話です。はい、まあ、今回の NHK 杯でも表彰台でできれば高いところに登りたいというふうにコーチと話していましたよ。はい、直前も非常にリラックスした表情でした。世界の有力選手に混じって日本の3選手の活躍注目していきたいと思います。